テレビシリーズを中心に活動しており、代表作には、パビトラ・リヒテ、ジホロック・ディクル・ジャー・ヨンがある。インドで、最も出演量が高額なテレビ女優の一人に、挙げられている。マディア・プラデーシュ・シューインドール出身で、父シャシカーンと老館霊は、銀行員、母、バンダーナ・パンディス老館霊は、教師として働いていた。アンキターは長女であり、弟スーラージと妹、ジョーティがいる。 2005年に大学を卒業した後、女優を志して、ムンバイに移住した。2010年から、スシャントシンラージプートと交際していたが、2016年に、発曲が報じられた。2019年に、実業家、ビッキー・ジャイントの交際を公表した。2006年に、タレント発掘番組、イデアジー・シンエ・スターズに出演して、キャリアをスタートさせる。2009年に、 エクター・カプールがプロデュースしたメロドラマシリーズパビトラ・リヒテに主要キャストとして出演する。同作では2014年に放送が終了するまでの間、アルチャナとアンキターノに役を演じている。2011年にはリアリティ番組ジホロック・ディクル・ジャー4・ヨンコメディ・サーカスに出演した。2013年にはエクター・カプールがプロデュースしたイーク・ティ・ダーヤンの プロモーションミニシリーズ、イークスヒナカに出演している。2016年に、サンジャイリー・ラーバン・サーリーのパドマーワと女神の誕生への出演が報じられものの、アンキターは映画デビューには時期尚早と考えていたため出演を辞退している。2017年には、ギリッシュ・マリクのトルボズへの出演契約を結んだと報じられた。しかし、マリクは報道を否定しており、この時点で、 主演のサンジャイダット以外のキャストと出演契約を結んだ事実はなく出演交渉もしていないと語っている。2019年にクリシュのマニカルニカジャーンシーの女王で映画デビューした。2020年にはアフメドカーンのブギサンデタイガーシュロフ、シュラッターカプールと共演する。ありがとうございます。